新馬場駅は東京都品川区北品川2丁目にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK03。当駅は京急本線の高架化工事の際に北馬場駅と南馬場駅を統合し、両駅の中間地点に建設された。高架化工事中の1975年から1976年にかけて下り線のみ、 先行統合を行った結果、改札口は別の駅であるにもかかわらず、下りホームを二つの駅で共用するという状態になった。このため、下りホームの駅名表は、北場上、南馬場と二つの駅名が併記され、当時の全国版の時刻表では、北馬場駅と南馬場駅は別の駅として表記された上で、注釈として、北馬場駅と南馬場駅の下りホームは、 同一と記されていた。上り線の高架化が完成したことに伴い、新馬場駅として統合された。最大で6両編成の普通のみが停車する駅で、あるにもかかわらず、ホーム有効長が長い理由は、統合に際して、旧駅の利便を保つため、以前両駅のあった場所に改札口を設置したためで、ある。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。プラットホームは、 目黒川をまたいでいる。改札口は2カ所あり、北品川よりの北口が旧北場城駅、青物横丁よりの南口が旧南馬場駅である。南口改札とホームを連絡するコンコースは、南馬場駅の跡地を利用して設置された。そのため、ホーム自体も、京急車11両分が止まれるほどの長さがある。駅間自動放送は、 一番線が、関根正明。二番線が、大原さやかが担当している。ただし、二番線から発着する電車は、再延でも、千学時までである。2020年度の1日平均乗降人員は1万1931人で、あり、計9000、全72駅中47位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下記の通り。 北馬場駅時代の1968年までは品川区役所旧本庁舎最寄り駅だったため現在も品川区の拠点の一つとして東駅周辺には品川区の公共施設が多い北口側には旧東海道から分岐して品川神社への参道にもなっている商店街が整備されているが南口側は住宅街になっている駅の直下には 山手通りが横断しており、また第一景品と平面交差しているため交通の要所となっている。東急バスと都営バスにより運行されている。ありがとうございます。